僕らの国会みなさんこんにちはみなさんこんにちははいはい本日も2月の9日に収録をしています、えー、今回はちょっといつもと雰囲気が違ったテーマですが、えー、環境部会経済産業部会環境温暖化対策調査会合同会議の内容について本日はお伝えしていきます、うん、あの部会はまあ部会なんですけれども、えー、この 環境部部会会会と経済産業のの合同会議っていははこれは極めて珍しいんですつまり今までも合同会議散々やって,やってますけど、はい、例えば国防と外交だったりねそれから部下熱だったら対策本部とワクチンの PT の合同会議あるいはそこに社会保障が乗っかったりでもこれはですねあっては本当はいけないことだけど相反するものとして扱われてきたんですよ。 はいそうですね、経済と環境本当は逆なんですよ環境は極めてビジネスとして付加価値高いので、はい、だけどその環境部会長の牧原さんってあのとても何て言いますかねあのいい意味でこう冷静に客観的にものを言える人だと思うんですけどその自分たちが初当選の頃はこの経産省と環境省は対立してたとでも、はい、最近は共通の課題をようやく追求できるようになってきたと。 でそのの意味で今日の合同会議を開きますと。それで佐藤ゆかり経産部会長僕は今部会長代理ですからいわば上司ですよねこの佐藤ゆかりさんが「えー、今日の合同会議は今槙原さんが言ったことの象徴的な会議です」とおっしゃったんですでテーマはですねここにあの法案のこれ法案審査の始まりですごめんなさい法案概要ですけど法案審査っていうのは部会の大事な機能なんですよね ここを通らなないいといかなる法案も国会に出せませまんでプラスチックにかかるうん資源循環の促進等に関する法律案こ,これでもまだましな方なんですけど法律の名前としては、はいじゃね、分かりにくいけどす、ね、要するにいわゆるプラごみですねうんプラスチックのごみが海にあふれてですね、はいでえー、それを何とかするのをその単にごみを少なくしましょうっていうことだけじゃなくてそういう大事ですけど。 この資源として循環させましょうっていうその新たな法律をあのこれは概要ですけどもこのどっちゃりこう当然あの非常にきめ細かく日本の法律らしくこう出てるわけですよね。それであの今日は時間短縮のために僕の発言だけにいたしますけれどえ僕が発言したのはあの最後の方です。というのはあの僕なりのモラルとしてですね 部会長代理っていうのはそれでこの頃ちょっとそういうルールがこうやや乱れてるところがあるから余計に僕自身は経済産業部会ずっと発言に返ったんですが最後の手を挙げて最後のに手を挙げてこのひな壇にいらっしゃる牧原環境部会長佐藤ゆかり経産、えーえー、部会長に。 僕は経産部会長代理ですが、今日は合同会議なんで発言をお許しいただきたいと、で、OK が出て申し上げたのはですね、えー、この法案自体はあの、ある程度評価しますと、ところが、肝心要なことの一つがすっぽり抜けてますと、うん、で、あえて申しますが、僕は現場体験として、このいわゆるプラグみのことについても直面してきましたと、はい、それはあの海洋調査船に乗ってるとですね、 海洋調査船っていうのを大きく分けるとずっと遠洋に出てやる海洋調査とそれから僕らがやってるようにあくまで日本の近海特に日本の領海内を中心に自前資源を探すっていう、まあ、大きく分けると2種類あるわけですけど、えー、僕は海洋調査船で遠洋に出たことはないです。はい、その代わりに日本の近海を、まあ、あの船乗りじゃないけどもある程度知ってるからプラゴミの現実知ってるわけですよね。ううまずだから この部会でも申したのは海がプラスチックごみでどれぐらい汚染されてるかっていうのは、うん、例えばあのこれは研究調査船というよりも日本の漁船が釣り上げた魚の中からそのプラスチックってもう本当嘘みたいにたくさん出てくるしね、はい、あの例えばこの部屋考えてもこ,れを始めこのスクリーンを始めてプラスチックがいくつもあったり、はい、まあこのスマホなんかもプラスチックできてそれ地上でも随分あるけど海の中あの広大な海の中で希釈されないものってプラスチックだけですからね。うん あの大気の薄める能力は非常に高いんだけどだから車が排気ガス出しても被害はあっても全人類が示しないで済んでるけどあの海洋の希釈能力っていうのは人間をどれだけ守ってるかなんですけどそれがプラゴミだけは対応できないんです海が。でしたがってそのプラゴミに対処しなきゃいけないっていうことは非常に感じててこの法案の意義は非常に評価するけれどもただしもう一回言うとですね日本近海で船に乗ってる身からしたらですね 文字がみょみょみものは、大体多くがハングルですよ。あ、そうですね。確かに海岸にもありますよね。その話も、実はこれからするんだけど。はい、だから中国語もあるけど、ハングルあった時に多くて。日本語で、例えばファンタとかね、書いてあるゴミって、絶対見ないじゃないけど、ほとんど見ないんで。んでも、一切知らないわけ。日本の領海に押し寄せている中間のゴミについて、はい、で、今、ミラーシャが未熟もやっぱり鋭いから。 せっかくなこと言ったけど、もう実際にあの対馬でね。はい、あのー、特に西岸ですよね。だから潮流は複雑に動くから、必ず西岸とは言えないけども。まあ西岸が中心に、あのゴミ拾いをやったわけですよ。地元の人たちの運動と一緒になって。はい。そうするともう凄まじい量のプラゴミが海岸線を埋め尽くしてんだけど、うん、誇張でなくて。それもほとんど半分、うん、日本語って、まあ本当にあの、僕は。 ぽいぽい集めていかなきゃいけないけどで,ポイポイでも見えますよ地はハングルが多いのとそれからその次に中国が多いのにまあもう改めてあのく然としたわけですよ。うん、そうするとこの法案の中にね、はい、例えばその、うん、中国韓国に対してもそのプラスチックごみを海洋投棄するなと、はい、いうことをその呼びかけるっていう規定がないと。 これあの国内法だから中華のこと入れないっていうことで済みませんよってだからこれはその主権者をいわばこの,あの外務省みたいに愚弄している人までは僕言いませんでしたけど主権者をちゃんと見てないとつまり日本人は武漢熱の緊急事態宣言のやり直しでも分かるように自粛って言ったら相当自粛してくれるじゃないですかだから陽性確認者減ってるようにプラスチックもームも、まあ、一部の人は例えばマンションの階段にも簡単に置いたりしてる人 が海に絶対してないとは言い切れないいいと言切れ僕はあの具体的な場所はセキュリティで申しませんけど海のそばに住んでますけどあの日本人が捨てたあのプラゴミを海岸線海岸線よく歩いてるけどほぼっていうかそれで宇宙海だからなかなかあの韓国や中国が捨てたものが来るわけじゃないけど。 でも対馬のように日本海の洋上にあったらそれもガ,ンガンに侵されてるわけですよね、はい、それからもういや本当は沿岸線すごいですよどこもかしこも、はい、それでちょっとこれ言うかどうかもあったんだけど実際は研究調査船に出てて見る船は研究調査船の中も見ることはめったになくて軍艦も少なくて漁船が多いですよねそうするともう正直あの中間の漁船はゴミ捨ててますよへえ<ー>ドバドバ で日本の漁船でそれやってるところは全くないですよ、それ、うんなことしないですよ。ね、で、そうすると、国内法といえども、それを呼びかけしないで、日本人だけ真面,目にか真面目にきちんとやって、それで中間のプラごみで日本海にしろあの、瀬戸内海にしろ、太平洋側にしろ、あのけあの汚されているままだったらこう、政府支につながりますよと。うん だからこれは当然この中身を変えるべきですということを言いました、はい、えそしたらその政府側これは環境省ですがの答弁がその中国との大臣会合においてあるいは G7 な,などにおいてこの中国や韓国による海洋ごみ投棄についてはアジェンダつまり課題にしてきましたと、ね、だからやってますと法律に入らないでもいいみたいなことを言うわけ、はい、今ね言ってて僕胃が痛くなったんだけど。 あのこうやってわざわざプラごミに対応する法律作ってその中で一言も言わないで大臣会合で行って中国が言うこと聞くんですかそれで、あのー、僕の表情を見たんでしょうけども環境省の役には言葉付け加えて「あしかし」「こう言い方よくないねあの普通に言いましょう」「いやでも本当はね「しかし」って感じないしかし法律が成立もしいたしましたら中国に対しても韓国に対してもしっかりと」 説明していきたいと思いますとね。で部会長代理ってこともこれありですよルールは守りたいんで副則発言しませんでしたがこれ説明するんですか聞かないですよねなんでこう日本は国際的なルールとかを作るのがなんか苦手なんですかね国際的なルールを作るのは苦手じゃないごめんねまた反論するけど、はい、そうじゃなくて中国韓国にいつも弱腰なんで 中国、韓国北朝鮮なん、はい、でか韓国とは戦争してないのに、うん、戦争責任があることにされてるわけで,、ね、で中国も日本だけ悪かったになってるわけですよ。でそれをざっともう あの子供の頃から真面目先生のこと全部正しいと思って事件勉強でも全部正しいと思ってそれで東京大学の入学試験を受かって公民試験も司法試験もその,その決められた路線で頭で試験を受かっている人がみんな行政官だからゴミと関係ないじゃないですか <laughs> そ,その通りだけどゴミだけじゃなくてその国民の命に関わることの不関連質も何でも中国韓国の言うことには逆らっちゃいけないっていうのがあるからご説明やので僕はご説明してくれって言ってないわけはい ね。はい。法執行機関として警察もあれば実は自衛隊もあるわけだから、うん、そのやめさせろってことを言ってるのに説明するわけですよ。うん、すると家に侵入してきた犯罪者に「いやここは私の家なんです」って説明するって言ってるわけで一家のご主人が <laughs> 一家のご主人が立ち向かわなきゃいけないわけ、はいはい、だよ。これはねあのあのその場で言わずにここで言うっていうのはもうあんまり僕の。 気持ち上よろしくないから、これじゃないけど、これはね、あの、この例えば環境省の人が。あの、どうこうって言ってんじゃなくて、ま日本そのものですよ、敗戦後の日本そのもの、うん、そのものであって。ここを直すには、だから、三浦氏は、問題提起した包括的戦略って、そういう意味では非常に正しい。でも、同時に、九条に凝縮されてるわけ。ただし、これワクチンと同じで、九条変えれば全部良くなるという、誤解されるのも困るけれども。 まずそこから天ででやっぱ突破すするしかかないですよこれ昔から,から僕からこの話は随分もう問題の構造だけじゃなくてね直接の話でもね今よりもっと昔の社長秘書の方が出張にも同行してたから話できたじゃんその時いっぱい学んだと思うけどいっぱい聞いてくれたと聞いてくれたよ、はい、だから本当は君の世代に行くまでに何とかしたいわけ俺の世代で。はい、はい、なんとかした ししうそうしないと拉致事件も解決、はい、できないよけだからまさかと思うだろうけど環境省がもうごく自然にしっかりと説このしっかりとってもうやめた方がいいんですけど政府側がしっかりとって言ったら大体やらないんでやらないこと見越してるからしっかりとっていうねこの美辞霊句が出てくるわけしっかりとにアンダーライン引いてますねそうそうここにしっかりとあまただとでここにまああの <Explain. S 2>、はい、説明ってこ,こ,この意識がこペロッと説明が出てくるっていうのが まだその中間にしっかりとあの要求していきますならまだちょっとまシ要請していきますはまた弱いけどちょっとまシでもご説明ですよ、うん、はいあのこれはですねあの環境省だ経産省だってことはなくてあの僕たち日本全体の問題として三浦氏が言った通り包括的に本当に取り組んでいきましょうはい、はい、ありがとうございますはいじゃあえっと 一つ、この君の大学展のコメントがあります。あ、嬉しい <laughs> はい。はい、そちらご紹介しますね。えっと1月26日に頂い,いた感想です。うん、君の大学展を読んでしまいました。感情、はい、が出てしまうので、読むタイミングを計っていましたが、ついにページをめくってしまいました。お<ー>写真を見てコメントを読み、涙が溢れました。うん その時代に生きた大先輩方の生き様何を考え何を思い真珠湾に行ったのか、うん、普通の人生を送ることができたのに、うん、といろいろ考えて一人興奮してしまいました、うん、こういうい人々です、はい、ハワイパールハーバーに至るまで、うん、チャイナの悪魔の手が伸びていることに感化できません、うん、我々日本人が守り日本国民に宣伝する必要があると思います、うん、あまりにも我々は事実を知らなさすぎることが多いと思います、うんうん 私はいつも思いますが日本の根幹である皇位継承が安定していないから、うん、日本の背筋が伸びないのではないでしょうか、うん、そこにもいろんな大逆転があると願っております、はい、という感想ですあの今おっしゃってくださった人々ここに写真を写ってるわけですけどあの僕は何も珍しい現場に行ったわけじゃなくてハワイのワイキキのハーフベからバスでもタクシーでも車でもレンタカーでも20分ですバスでも20分で行きます安く そこにある現実、これだからたまに日本人の人も見るけど意味が伝わってないんですよ。それはあの英語力の問題よりもですね、はい、さっきのお役人のところで言った通りちっちゃい頃からの教育ではありえないことがう逆さまのことが展示してあるんで受け入れられらないんですよね。だからあの中国が今あの推定でもおそらく数百億円使ってこれを変えようとしてるから誇張じゃないんですよ。はい、莫大なお金を投じて、 まだ,変わってないだけちゃっかり金をもらってる人が「パンダハガー」「アンチェスペンダハガー」って僕に言った人が政府高官にいるんですから「私はパンダハガーでパンダ時間ついてんだよ」って「<laughs> なんか文句あんのか」って僕に、ね、このオノロロの,あの,いあの当時のペカンねアメリカ太平洋軍司令部の中で僕に言った人もいるわけですよ。<laughs> そこにいっちゃいけないですよ。<laughs> でもそれを言うかららアメリカらしくて <laughs> だからある意味、中国からしたらあれだけ金使ってもこの天井一切変わってないわけで、でもこの先、今までのように日本人が行かなかったら絶対変わっちゃいますよ、はい、だからぜひ、これ、証拠物件なんで、あのー、中国共産党に全部押収される前に、ですね書店あるうちにお求めいただきたい、いやお求めじゃなくてもいいですけらかの手段で見てください、中身を。 そちらはお,お,お願いします。いやいやもう時間はないから、はい、あの皆さんお願いします。<laughs> はい。はいこ。この兄弟は交互に出たり入ったりするしかないですね。そうですね。はい。はい。はい。でははい今回もこれで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。